ジョン・ヘンリー・ニューマン・エドワード・ボーバリー・ピュージーは後に、カトリックへ改修し数奇教にまでなった、オックスフォード運動は、イングランド教会の公共会派の人々の運動で、その結果アングロ・カトリック主義が生まれた。初期の運動の中心になった人々が、オックスフォード大学と関係していたのでそう呼ばれていて、キリスト教信仰の古い伝統を聖功会の、天礼と神学に反映しようと主張した。 彼らは聖公会が4つのキリスト教の特徴の3つの枝の一つであると考えた。この運動の考え方は、トラクトの集大成、トラックッツ・フォー・ザ・タイムズが出版されたので、トラクト主義として知られている。また、2人のトラクト著者であるジョン・ヘンリー・ニューマンとエドワード・ピュージーから、ニューマン主義者、またはピュージー主義者とも呼ばれた。他に、キーブル、マリオット、フラウド、 ミルバー・フォース、ウィリアムズ、パーマーなどがいた。この運動の進学的な意義としては、イングランド国教会が古代教会との連続性のうちにあり、本来の意味でのカトリック教会の枝であるという、教会論を再確認したことである。諸説キリスト教師、三勤現代編、ササグ、アラアキラ・デムラ、テル・オクリバヤシ、レンタニ・シハラ、マコト・ミズタニ、ケン・アライ、 日本キリスト巨団出版局、ISBN 978から4から818406339、お億力6億7610万6628、https コロンスラッシュスラッシュ www.worldca.org t スラッシュ oclc スラッシュ676106628。67 6 6, 6, 6, ありがとうございます。